の紹介や寝室のルームツアーをしたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。まず購入品の紹介からです。3年前に買った N クールがボロボロになってきたので、今回新調しました。以前のものは普通の N クールだったんですけど、うちは全員暑がりで普通のタイプのものでは少し物足りない感じがしていたので、今回はワンランク上の N クールスーパーにしました。ひんやりして気持ちがいいです。裏面はこんな感じでメッシュになっています。寒い日はこっち側を表にすれば寒くないです。こっちが以前使っていた普通の N クールです。触ってみてやっぱりこっちの新しい方が冷たさを強く感じます。N クールの肩布団です。こちらも敷きパッドと一緒でワンランク上の N クールスーパーにしました。冷たくて気持ちがいいです。このダマスク柄はデコホーム限定のものになります。デコホームはニトリよりデザインがおしゃれなものが多いのでよくチェックしています。重さも感じないので寝苦しくなさそうです。裏はこんな感じでタオル素材になっています。冷たさを感じないので肌寒い時はこっち側を使おうかなと思います。完成しました。グレーで統一したので落ち着いた涼しそうな空間になったかなと思います。それではちょっと寝室のルームツアーをしてみたいと思います。全然上手じゃないと思うんですけど、最後まで見てもらえると嬉しいです。我が家ではシングルベッドを2体くっつけて主人と娘と3人で寝ています。子供と一緒に寝るので工夫しているところが少しあって、マットレスの上にトゥルースリーパーを置いて、その上に防水シーツをかけて、でその上にさっきのこのブーツをかけて使っています。子供がおねしょした時でもこの防水シーツを敷いていたらここまで防ぐことができて、布団やマットレスを濡らさずに済みます。洗濯機で洗って何度でも使えるし、結構丈夫なので子供のおねしょで困っている方におすすめです。
しいミッフィーちゃんです。私が小さい頃父が買ってくれたもので、今では娘のお気に入りのぬいぐるみです。エアコンには風よけカバーをつけています。冷房の冷たい空気が直撃するせいで寝苦しくて体調を崩すことがあって悩んでたんですけど、カバーをつけたら風が分散されてよく眠れるようになりました。下から見るとこんな感じになってます。風が直接当たらなくなるけど涼しさは変わりません。エアコンの風で悩んでいる方におすすめです。広くない寝室なので、サイドテーブルはスリムなものを使っています。IKEA のテーブルの上には目覚まし時計とエアコンとライトのリモコンを置いてます。このライトがお気に入りで、ちょっと見てもらいたいんですけど、まだ明るいので見えにくいかもしれないですけど、電気を消すとミッキーのシルエットが浮かんできます。普通のライトより少し高かったんですけど、寝るときに娘がすごく喜んでくれるので買ってよかったです。他の部屋を模様替えする機会があったら、またルームツアーをしてみたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。